です。で、短いですね、先ほど聞いていただきました半歌とかと違いまして物語になっているのが特徴なんですね。歌舞伎ですとか、あとそれで分かりやすいミュージカルとかでしたら、出演者の人がセリフを言って歌を歌って、で後ろの人がバックでこう音楽を流してっていうのを、今日はおおむねざっくり一人でやるっていう感じのになります。セリフと情景の描写と入り混じっているのが特徴です。で今回聴きいただきますのは、おなつ狂乱という曲と、ゆうづく星座という曲です。でもおなつ狂乱ですとですね、お店の、お嬢さんと、お店に勤めてた人で、ちょっと身分違いね。身分違いだから、ダメだ、はい。付き合っちゃダメだということで。はい、今言うというベッキーとかああいうことではなくて、なくて身分違いでダメだと。もうちょっと認めてもらえない。認めてもらえない。じゃあ死んじゃいましょうって。死んじゃいましょう。まあ死んじゃいましょうというか、後の世で一緒になりましょうっていうような綺麗なね、はい、そういうことなんでしょうけど、ね。そのまとめでいい。そうそうそう。そういう美しいお話でございますね。二人で。何一世の一世のせで亡くなったんだけども、お夏は残って清十郎だけ死んじゃったんです。そしてお夏が清十郎のことを思ってこう気が触れてしまう。でその気が触れたお夏を子供がからかったり生やしたりするっていう場面が今回今回演奏していただくのは、子供がからかうところですね。そうです、子供が気違いになっちゃった。お夏が出てきてね、からかって。それで、子供が帰った後、清十郎のことを思いながら、最後はですね、そして最後はですね、巡礼になるのか。巡礼ですね、はい。そうですね、清十郎の思う。はい、清十郎を、なんていうの、思いながら、その寂しく終わっていくような感じになる、ね、悲しい物語でございます。私が全然悲しそうじゃないですか。では、おなつ狂乱でございます。一部抜粋してお届けいたします。はい、歌えとよ。おお、
どい。Yeah.